問題 A、整数 m が入力される。1と0を交互に、1を n 足す1回、0を n 回出力しろ。10って n 回書いて1をつけるのが楽かな？ C++ とかなら、多分ループを書くことになる。コードは説明欄にもあるからよかったらどうぞ。問題 B、n 加国のコインがそれぞれ何枚かある。国1のコイン何枚かを国2のコイン何枚かと交換できる。これは何度でもできる。国2と3についても同様。n がもっと大きかったら国3と国4とかも同様。国 N のコインは最大何枚手に入るか？ N は最大20万で、一応注意。コインの枚数が増えすぎることはないぜ。まず1から2に何回交換できるか割り算して、実際にその回数交換して、2から3に、の繰り返しだね。掛け算と割り算の順番は、プログラミングだと割と重要だな。今回で言うと 0.5 回とか交換できないからね。問題 C、陸と海からなる二次元フィールドがある。太郎くんがあるマスから出発して、あるパターンの移動をした。どのマスから出発したかは不明だが、この過程で海に落ちなかったことがわかっている。今彼がいる可能性のあるマスは何個ある？フィールドは最大 500×500、移動回数は最大500。ちなみに外周は全部海で、少し楽ができるかもな。スタートマスを全部試す。じゃダメ？500の3乗は 1.25 億で、言語によっては間に合うか怪しいが、簡単に改善する方法はなくて、これで進むしかないだろう。間に合わなかったら？チャット GPT に C++ に翻訳してもらえ。問題で、4と6のうちちょうど片方で割り切れる整数、とかに興味がある。12は4でも6でも割り切れるから抜かれてるんだね。このリストの小さい方から5番目の数を求めろ。というのは例で、実際はもっと大きい数が来る。ピンポイントで答えを当てるのは難しいかもね。でも、答えは20以下ですか？ならそんなに難しくないかな。リストに20以下の数は5個以上ありますか？と同じだから。最初に二分探索すると見通しが良くなる典型例だな。だからリストの20以下の数を数えればよくて、4の倍数と6の倍数を数えて、12の倍数を2回引けばいいね。C++ でも最小公倍数はライブラリで済むぜ。問題 E、0と1の列がある。2種類のクエリに従え、クエリ1、特定の範囲の値を全て反転させる。0は1に、1は0に、だね。クエリ2、特定の範囲で0と1が完全に交互に現れているか判定しろ。文字列の長さもクエリの数も最大50万だぜ。同じ数が2連続してるとこに印をつけてみるよ。そうすると、ひっくり返すとき、実は両端以外では何も起きないね。交互か判定しろってのは、中に印が1個もなければ OK。1個でもあったらダメ、だね。ってことで、印の数をセグメントツリーに入れれば OK。バイナリーインデックスとツリーでも十分だし、位置を探すだけなので STD セットとかの平行二分探索儀でもいいが、この制約で Python で平行二分探索儀ってのは肝試しだな。ちなみに、印の話は、モッド2で差分を取るのに対応するぜ。問題 F、向こうグラフがあり、拡張点にウェイトが定まっている。さらに拡張点に何個かコマが載っている。コマを1個選び、そのコマがある頂点と隣接する頂点を何個か選ぶ。この時、選んだ頂点のウェイトの合計は、コマがある頂点のウェイト未満でなければならない。そして、選んだコマを取り除いて、選んだ頂点にコマを1個ずつ置く。この一連の操作は、最大何回繰り返せるか？コマを選んでから行き先がない時は、消すしかないかな。ああ、頂点や辺の数やウェイトは最大5000、コマはたくさんあるぜ。なんか複雑だけど、未満って言ったよね？ってことは向こうグラフってのは嘘で、大きい方から小さい方への一方通行だね。ダブってやつだな。ってわけで小さい順に見ていくよ。コマ同士の触れ合いはないから、コマが1個の時に何回操作できるか分かればよくて、ナップザック問題とそっくりな問題を N 回解けばいいね。問題 G をやる暇はなかったが、類題を紹介しておくぜ。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。